京阪森口駅前のカナリアンスクエア。近くの屋根にあるのがカナリアンスクエアの駅前ステージですね。そしてホテルアゴーラ大阪森口、昨年の夏、2018年の甲子園100回大会ですね、秋田金足農業が、宿舎として構えた場所としても知られていまして、本当に話題になりました。さあここからなるんですが、いよいよですね、この京阪森口駅前から豊里大橋を渡って地下鉄大道豊里駅前までですね、ウォーキングしていくという、まあちょっと長めのウォーキングになりますけれども、頑張っていきたいと思います。30秒ほど前に京阪、森口駅前のカナリアンスクエアの駅前ステージを出ました。ちょっとしばらくは森口駅の周辺を歩いていくことになります。市民の皆様、でもね、この動画ですが、まあ普段のコースを、まあ、歩くというよりも、どのコースを渡る、どのコースを行くかは、まあ、信号次第です。分かりません。どこ行くかは分かりません。まあ、どこかでね、カーブしたりしたりですね、していきますので、その点はご理解いただいて、動画の方を、ウォーキング動画をですね、展開していきたいと思います。まもなく500メートルに差し掛かろうというところで、森口市役所が見えてきました。旧山陽電機ビルですね。そうですね、もう3年前にこの森口市役所は新しい庁舎に移っていまして、もう今ではまず森口市年金事務所などがですね、入っているビルとなります。まあ、森口市の中心に位置します。ちょうどマンションがあるところなんですが、ここが日吉町2丁目児童公園、まあ、三角形の、ね、形をした感じで、まあ、長方形型の、公園になります。出発してからだいたい700メートルのところで日吉公園に着きました。で、お隣にはですね、森口土地区画整理竣工記念碑があります。この日吉公園も本当に大きな公園でして、実は広場の方はかつてはプールとして建てられていたんですが、まあ、それが現在はね、広場になっていまして、で今日はたまたま婦人会の方々が、グランドゴールを楽しんでいらっしゃいます。まあ、こうやって健康遊具もですね、あります。でこれが桜ですね。やはりこの日吉公園も森口を代表する桜の名所でもあるんですね。今は冬木立してますが、もう1ヶ月先にすると綺麗な桜が咲いてくるんではないでしょうか。まあ、少し日吉公園の周りを、まあ、半周ほど歩いたこともあって、まあ、距離は900メートルを超えているんですが、本当にのどかな小さな住宅地の中を進んでいきます。今豊平町ですね。ここから右へ回ります。これが京都へつながる国道1号線、ちょうど京阪本通り2丁目の交差点を、まあ、ちょうど直進していたら青になっていたので、この道から豊里大橋を目指していきます。もう距離の方ももう1キロを超えてきていますね。1キロを超えてきました。で、右側が新たにオープンした万代です。スーパーの万代ですね。これは9時から11時までやっています。でね、ここに左側に行くと森口車庫ですね。大阪市バスの森口車庫があるんですが、もうすでにね、これ岩田とライナーのラッピングがなされてます。4月からですね、まあ岩田と水線の延伸部分の、まあ、補填ということでですね。運行が始まります。まあ、詳しくはね、大阪シティバスのホームページを見ていただければ分かるかと思いますが、もう準備万端、もう出発の時、運行開始の時を待っています。ちょうど阪神高速12号森口線の高架下を通過していったところで、この道から淀川の河川敷へと上がります。
ちょっと咲き始めてますかね。桜でしょうかね。ちょっとつぼんで春の芽が見えてきています。さあ、カナリアンスクエアの前の駅前ステージを出て19分、淀川河川敷の森口地区に入ってきました。いやー、今日は本当にね、いい天気ですから、そして気候の方もね、いい感じになってきたので、本当お散歩日和のように感じます。そして豊里大橋もね、見えてきてます。まあ、ここは森口地区かと思いますけれども、実はここは大阪市なんですね。大阪市の旭区ということで、こうやってね、旭区のマークのね、勝負のマークが見えていますが、大きな公園が広がってます。そしてね、NTT ドコモの電波塔も大きく立ってます。ということはもう森口市を後にして、今はもう大阪市内と北部に、入っているということになります。カナリアンスクエアの駅前ステージ前をスタートしてから 1.86 キロ、歩数もね2600に達して豊里大橋を渡っていきます。本当に今日はいい天気なんでね、ここから豊里大橋の上から河川敷を見上げるのもいい風景ですね。いや、気持ちいいですね。 A のね形をしてっていうのが特徴の豊里大橋。もうこの豊里大橋はですね、大阪の東淀川から旭区、そして森口市、あるいはね、上層、そして東成方面へと向かう大変重要な道路もの一つです。左手を見ると遠くに見えるのが菅原白北大橋です。まあ、ここはね、ここは以前は100円橋として親しまれていたんですが、まあ、自動車を通行する場合は100円、原付バイクの場合には10円が通行料が必要だったんですが、もう現在はもうその橋も無料になっています。まあ、どちらかといえば幅、まあ、歩道、自転車で行く方だとなりますと、まあ、菅原白北大橋の方が広いという感じですね。さあ、豊里地区の対岸が見えてきましたね。まあ、毎年、まあ、2月にここまで行われていた東淀川健康マラソン大会なんですが、まあ、今年から、3月に行われていた卓球大会 G3 なんですけれども、それと入れ替わりという形となって、今年は3月10日に、行われるということになります。このマラソン大会は、まあ、東淀川区在住の方で当日参加もできますので、まあ、1キロジョギングコースもありますので、ぜひとも皆さんも参加してみてはいかがでしょうか。定員は500人ですのでね、まあ、詳しくは東淀川区のホームページでご確認をいただければと思います。そしてその前週には、前の週には淀川寛平マラソンということで、また淀川河川敷も大いに賑わってきます。もう距離にして 2.5 キロ近くになってきましたが、まあ、この道から行くと、まあ、よく自転車の方がね、自転車で乗られる方が多いので、まあ、ここは無難に安全にですね、この階段で東淀川区内に入りたいと思います。33分を経過して距離が 2.56 キロ、そして、歩数は3684、カロリーにしては231キロカロリーを、消費していることになります。さあ、もう東の川区に入ってきたので、もう間もなくしたら、そう、大体10分ぐらいでしょうかね、大路豊里駅に着くことになります。ちょうど豊里のバス停に来ました。まあ、ここは上新庄駅前から86号系統の、まあ、大阪シティバスが出たり、あとはね、京阪バスが出ているんですけども、京阪バスは森口方面行き、まあ、摂南大学へ行く便は日中なんですけれども、それが1時間に1本、
で、大阪シティバスの場合は昼間の場合は2本なんですが、土曜になると3、4本、そして日曜もまあ2本がの時間帯もあれば3本の時間帯もあるということですね。さて大宮神社で参拝してですね、もう距離は3キロに達してしまいました。3キロに達しました。で、その大宮神社の近隣には、農場公園があります。まあ、豊里地区では、まあ、L 字型の形をした、公園ということで、今日ちょっと誰もいないんですが、入り口前にはなんと拳のマークもあります。さあ距離にして 3.3 キロで大道豊里駅の1号出口に到着です。いやー、ここまで 3.3 キロ、44分ほど歩いてきました。まあ、大道豊里までは 3.32 キロ歩数にしても4707キロということでね、いやー本当に、まあ、4本目にしてでしょうけれどもね、長い距離になりました。まあ、時速にしても13キロほどで、カロリーも310キロカロリーね、もう本当に高低差がある中で、歩いてきました。まあ、私もねこの道のコースを何度も歩いたことがあって、まあさすがにね豊里大橋を見ながら歩くというのもね本当にいいものがあるように感じますね。まあ、この道では、まあ、外環状線トラニーバで、トラニーバ大道豊里駅の2番出口もあります。そして松の屋があったりとか、まあ、飲食店ファミ、コンビニエンスストアもあります。まあ、この大道豊里駅も徐々に住宅地が増えてきて、今の水線も乗客も増えてきているという状況で、もっともっと住宅地が増えればさらに今だついても活気が出てくるんではないかなとは思います。ということで、森口駅前のカナリアンスクエアから豊里大橋を経由して地下鉄大道豊里駅までのウォーキングをしていきました。